皆さんこんにちは。おしゃれな天然昆布パン作り講師高橋貴子です。本日はですね、こちらの方の昆布2つ、白神小玉昆布の特徴についてお話をしていきたいと思います。まずですね、今主に販売されているのはこちらの方のタイプか、こちらの方のタイプかですね、2種類あるんですけども、こちらの方の白神昆布をドライっていう方はですね、サラ秋田白神さんというところから出して、でこちらの方のですね、ドライ G っていう方なんですけど、こちらの方はパイオニア企画さんっていう方から出てます。でどんな違いがあるのっていう話なんですけれども、こちらの方の酵母は、酵母起こしっていうのが必要になりまして、酵母の5倍量の35度温水で溶かしてっていうか膨らませてというかですね、膨潤するんですけども、そうすると酵母が起きてっていう形で使っていけるようになるタイプ。でこちらの方はホームベーカリー対応でもともと作っているので、そのまんま粉に混ぜて使っていくことができるという、そういう酵母になってます。どちらでも構わないんですけれども、人によってねお好みがあるような部分もあります。こちらね、手軽に粉と一緒にできるようになりますね。でこちらの方は酵母の5倍量の温水で溶いていきますので、仕込み水って言って実際に計量していくお水の方は、そのお水を引き算した形で、ご用意いただくっていう必要がありますので、そのあたりですね、お好みで使っていただくといいのかなというふうに思います。従来はこちらの方がもともとあったタイプなので、若干値段も安いということもありますし、味わいもこっちの方が美味しいっていう方もいらっしゃるので、そこのところはいろいろと人によってお好みあるようなんですけども、お手軽にするんだったらこっちっていうのもありかなというふうに思います。はい、よかったらね、両方とも使ってみてください。